うちは代々織物をなりわいにしてきた家系なので、私自身小学校の頃から織物で遊んだりとか仕事の手伝いをしながら育ちました。特に色彩という部分は自分の個性として大切にしています。私にとって染色とはアーティスト活動におけるルーツですね。伝統工芸士として両親から受け継いだ技術を感覚的に守りながら自分なりの表現をミックスして制作しています。今回はつづれ織りという技術を使って、糸が絵の具、織り機がキャンバスといった感覚で一つのアートを作るように制作しました。人の思いに寄り添いながら心に響くようなものが作れるように情熱を持って取り組んでいます。